今回紹介するルアーはノリーズラッピンミノーです。ブレードではなくペラを装着した珍しいタイプのジグベイトです。ジグヘッドリグとテールスピンジグの中間の強さを持った中層攻略ルアーというのがこのルアーのコンセプトだそうです。 6g、8g、10g の3種類のウェイトタイプがあり、シャローから10メートルクラスのディープまで攻略できるルアーです。ステルスペッパーなどのシンキングプロップの爆発力を味わったことがある人なら誰しも思う、深いところでプロップウェイトを使えたらという思いを実現してくれるルアーです。見た目がキワモノっぽいので使い方のイメージが湧かないかもしれませんが、ベイトが多いエリアでただ巻きするだけで結構釣れます。特に風が強くてジグヘッドのミドストがしづらいような時には活躍してくれます。一見金属製のルアーに見えますが、金属なのは頭の部分だけで、ボディは浮力のある発泡素材でできています。巻き感は少し重さを感じるくらいで、テールスピンジグのように手元にブルブル来ないので慣れるまでは不安に感じるかもしれませんが、巻き抵抗が軽いことを生かして着水直後から早巻きしてボイル打ちするような使い方もできます。以前はシーバス向けモデルもあったので、いろんな魚種に試してみるのも面白いルアーかもしれません。それでは今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。